ゃあはるみさんから質問しますね。出身はどこですか？千葉県です。千葉、実家から。はい。あ、そうですか。さなえさんでしたっけ？はい。ロサンゼルスです。ロサンゼルス。はい。私の小さい頃からの夢、それはアイドルになることだった。このオーディションも最終選考、夢が実現するまであと一歩。私の横にいるこの子にさえ負けなければ。じゃあ、さなえちゃんだっけ？はい。今日はお疲れ様でした。ね、はるみちゃんはちょっとこのまま残ってください。はい。お疲れ様でした。何よこれ、こんなの許さない。私はこんなの認めない。ねえねえ、今日からメンバーに入るはるみちゃんってさ、どんな子だろうね。結構性格いいらしいよ。本当？もう誰か会ったの？ね、もう控え室いんのかな。もういるんじゃない？あー、なんかドキドキ。頑張らせていただく根本はるみです。あ、なんなのあんた。何笑ってんの？なんなのよ、死んだふりなんかしちゃって。いやいや、芸能界つかみが一番かなと思って。もうびっくりした。え、やりすぎちゃいました。とにかく今日からよろしくお願いします。あ、新しく
く生まれ変わると思うとなんだか気合い入っちゃった。ねえ、今の PV でさ、一気にメジャーの階段登っちゃおうよ。あていうかさ、この後もすぐ雑誌の取材だよね。うん、またプールでやるみたいだよ。なんかさ、急に忙しくなってきたと思わない？あるんだ。そうみたいだね。私あるから大丈夫。何なの、この子ちゃん、こっちでもないのか。メンバーとして加入された根本晴美さんなんですが、他のメンバーの方々とは今日会ったばかりなんですよね。皆さん、初めて根本さんに会った時どんな印象を受けられました？いや、晴美ちゃんもすごかったんですよ。初めて晴美さんに会いに行ったんですけど、その時にいきなりその場で倒れてたんですよ。初めて隣で会ったんですけど、あの時は超びっくりして。そうなんですよ。で、ね、私たちが近づいたらバッて驚かしたんですよね。私の小さい頃からの夢、それはアイドルになることだった。特にあのオーディションの最終選考の日以来、整形、そして人を殺すことさえためらわなかった。あなた根本晴美さんね。はい。ごめんなさいね。 R指定権はあなたの代わりに私が入ることになったの。ね、もう控え室いんのかな。あ、もういるんじゃない？初めちゃうね。あ、なんかドキドキしてきた。じゃあ行こっか。うんうん。なんでそんなことしたんですか？あれはちょっと冗談が過ぎちゃっただけですよ。Oh,